ピーカツもすんなり受け入れて、俺をまさかピーカツの俺をはめるなんてな。なかなかの手だれじゃなきゃ頭の回転が早い。ああ、なかなか頭の回転が早い子だ。逸材かもしれんな。くそ、せめて報告したかった。このまま命の灯火が尽きることになるとはな。くそ、まずいか。このままじゃ意識が。このまま俺はゆっくり死んでいくというのか。楽しかったな。思えば俺もオールインに入れてもらってから結構な日にちが経ってさ、俺バカだけどさ、バカなりに考えたんだよ。どうすれば喜んでもらえるかなって。でよ、ね、頭振り絞って考えて、目いっぱい生きてきた。悔いの残らねえようにってな。たか、こんな死に方をするなんてな。あれが現実ならよかったな。あれは俺の夢だ。こうあってほしい、そう思っている俺の幻想がエリオを見せているんだろう。だがそれでいい。まったく最高な人生だったぜ。なんだって、これは夢じゃないのか。これは夢じゃないんですか。そう、これはどこにいる。もっと下の方です。もっと下の方。あー、この向こうの人ね。そうそうそう、まさか救急隊。これ救急隊です。ありがとう。え、何してんだ。小枝さんどうしたの。近くの病院まで運びますよ。お願いします。入院ってできますか。入院ですか。その場合は中央病院まで連れてきますけど。入院ってできますかね。あの人も手伝いあげてください。ゆきさん。ゆきさん。あ、一緒に行く。ありがとう。一旦俺はこの外側の世界には、うん、まあ電報がいいかもしれないな。そうなんだ。電報このおもちゃで遊んでたんだね。ジェット機か。ああ。ちなみになんでお前は死んでるんだ。俺さ、動画撮っててさ、うん、あの動画撮りながらやっててさ、なんか変な筋肉をしたら急にパラシュートがシュクッってなってさ、あのさ、くっそグロい映像撮れたけど、ツイッターに上げて大丈夫かな。もうめちゃくちゃだって、あの人、ゆきさん優しくて全然気使ってくれたよ。むしろあの人、あの子、さん本当？え、てか、うん、友達なの？そもそもなんでパパって呼ばれてんの？なんでパパって呼ばれてんの？なんかパパを呼びされてる前から？今突然。突然？あー、なるほど。ピーカツっていうのを言ったからパパって呼んだんじゃないか。なるほどね。あ、もともと何で知り合ったの？ゆきちゃんと。あ、すごい。白井さん自体に知り合って。あ、そうなんだ。飲食店巡りとかなんか移動販売してた。腕きっしょ。うん、なんでそのので今急に。よかった。よかった。あ、待って待って。治ったか。ありがとうな、ママ。ピーカツやるならもっと来い。もっと絞り出してこい。大丈夫か。すいません。視点が一人称で何が起きてるかわからない。一応ベッドの上に登ってたけど。あ、なるほど。すみません。垣間見えてたのずっと。ゆきさん、ん？ずっと優しかったな。はい。うん。さすがに上田には無理だったよ。あ、ありがとう。何してんねん。ありがとう、もめさん。ボロボロだ。優しかったな。ペンギンさんも助けてくれたんだね。ありがとう。一発向いてないのだ。優しいのだ。ゆきちゃん。ん？ピーカツは向いてなさそうかい。向いてないのだ、僕。わかった。じゃあ、キックアスに連絡しとくよ。そんな。あ、そうだな。キックアスがまた会いに来ると思う。わかったのな。うん、ありがとね。でも今日だけでも稼げてよかったよ、ゆきちゃんが。ああ、もう請求書来た。え、奥に分配は？うん、ああするよ。ちょっと待ってね。ただ上田さんからまだ来てないんだ、そもそも。うん、来たらちゃんと送るよ。わかったのな。うん。ちなみに1400万の借金な。大
人ともパラシュート事故で間違いないですか？間違いないです。パラシュート事故とほぼほぼ詐欺罪かもしれへんな。まあ、そこは警察に行ってもらって、まあ、そっか、うん、私ちょっと介入できないからね。そっか。うん、まあノリノリだったけどな上田。うん、ノリノリだったね。こいつ毎回ノリノリなんだけど後から言ってくるんだ。ダメだよそれはね。まあ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 、じゃあ大丈夫かな。町まで送ってかなくても大丈夫。うん、うん、送ってこうか。ペンギンさんお願いしていい？お願いします。ありがとう。ちなみにペンギンさんはマジでたまたまやったんや。何が？ありがとう。あ、マジでたまたまだった？な、何が？え、あそこにいたの、戦闘機。うん、全くたまたまやね。たまたまやったんや。うん。OK。待って、俺が。で、上田が取って、俺を。まるでこっちが用意したかのような。ねえ。だったんだ。タイミング良かった、マジで。じゃあ、3人に請求します。なんで？何のだ？ 5000 万円になります。高っ！ 5000万！ 何勝つこれ？これはあのタクシーと、あとあのパラシュート代と、あと送迎代ですね、これ。高っけ！高っ！ 5000 万！もっとやばいやつ隣にいたわ。おー！あー！やだよー！最悪！アンジョさんに全部でいいやろ、これは。でも5000万は払えんな。1億5000万何やったん結局これは。でもさ、上田、何楽しかっただろ。まあ楽しかった。それが一番だよ。楽しかったけど、ほら右見てごらん。ん、右だよ。すごい、俺のヘソしか見えへん。夕日だ。夕日お深夜やけどな。綺麗だね。あー、綺麗夜景。この夜景をみこの4人で見れたことだけでも救いかもしれないな。すげえ。すげえ。わー、見て前めっちゃ綺麗ね。100万ドルの夜景だ、これが。綺麗なんだ。100万ドル、100万ドル払ってほしいのな。うん、うん、そういうことじゃない。ん、比喩表現わかる？比喩わからないな。わからないよね。例えだね。100万ドルぐらいの価値がある夜景だねってことだね。つまり100万ドルなのな。違うかな。バカかな。安藤さんとゆきさんがデートしたらよかったんじゃね、これ。私は一回、紹介人なので。はい。そっか。デートはしません。そっか。あくまで登録されてる女の子なので。勝手に。大丈夫、勝手に登録されてないこれ。大丈夫ゆきさん。か、あ、でも僕、やるって言っちゃったのだ。はい。そっか。なんか思ったより簡単だったんだ、ね、その前に会ったなんかおじいちゃんが。お前2回目なんこれ。ん、え、ペンギンさんありがとう。ピーカツ2回目もしかして。今日が初めてだけど、上田の前に、うん、なんか大工さんっていうおじいちゃん。すげえ。じゃあ僕の上司のアルフォートウェスカーに5000万よろしくね。うわ、やば。はーい、わかった。わかったんや。やば、5000万だよ。笑えねえ。後々払うね、ペンギンさん。ユキさん、こんな優しいのに、こんな優しいのに、所定銀行を襲おうとしてたの。めっちゃおもろいな。まあ、でもお金の稼ぎ方は分かんなかったのな。そうだよな。じゃあ、ユキちゃん、ここで待ってて、キッカス呼んでくるわ。あ、分かったの。うん。大正解。キッカス、そうなの。最初はキッカちゃんから始まったんだ。なんて。ん？何言ってたの？俺？市民交流だよ。あ、市民交流。あ、すみません、アンジョ死んでました。おかえり。おかえり。もうちょっとまだ今案内して、案内っていうか調査してます。オッケーオッケー、ありがとう。逸材を見つけたかもしれません。すごいダサいバイクに乗ってたのだ。郵銀行。あ、どこ行ってたのだ。乗るんだ。乗るんだ。詳しい話をしよう。あ、上田も乗ろう。乗っていいのこれは。いいんじゃない。いや、待て、後で来る。え、一旦二人で話してから、その後来る。うん、すまないな、ブサイクは乗せないんだ。え、い
ひどいの。嘘だ。どうだった？僕向いてないのな、ピーカツ。そうか、まあやってみてわかることもある。結果向いてなかったんだな。なんかかわいそうになっちゃったのな。そうだな。金ないの言ってたし。なるほどな。だが、ユキンコ、うん、君はお金を稼ぐためなら何でもすると、そう言ったよな。うん。それはどういう心境の変わりようだ。いやでもお金をするなら何でもするけど、ああ、ちょっと知り合いを呼んでやったのが悪かったのな。なるほどな。次でもピーカツ、なんか罪悪感あるのな。ユキンコ、銀行を襲うより罪悪感なのだ。ユキンコ、なんなのだ。俺は分かっていたぞ。分かっていた。君がピーカツが向いていないということだ。そうなの。だが、なんでもっと早く言ってくるの。ユキンコよ、なんなよ。例えばだ、うん、私がねえ、うん、あそこのハンバーガー屋さんさ、うん、すごく美味しいんだよ、うん、すごく美味しいの本当に、ねえ本当にすごく美味しいの、うん、で100回行ったとするだろう、うん、それよりも1回食べた方が分かると思わないか。え、1回なんて。1回食べた方が分かるだろう、うん、何回言われることよりも実感をすることが大事なんだ、うん、そういうことだからやってみてもらったんだ。なるほど、やって向いてないことに気づかせたってことか。そうだ。なるほどなのだ。ユキンコよ、うん、もっと金を稼ぎたいか。もっと金を稼ぎたいのな。では犯罪に興味はないか。犯罪、どういうこと。だがどういうやつ。いいか、うん、この町の警察は間違っている。間違っている。あいつらは国家ギャングだ。警察という名前のギャングだ、うん、そうなの。だがお前は分からないだろ、そんなことも。うん、分からないのな。そうだろ。それと立ち向かっているのが私だ。ああ、ヴィランだ。そう、ダークヒーローとはそういうことだ。うんうん。犯罪に興味はないか。犯罪の内容によるのだ。例えば何かしたくないこととかあるか。人を殺すのはしたくないのな。心なきでもか。心なき、脅すのはいいけど。心なきも殺したくない。まあ、心なきならいいかな。警察を撃つことはできない。うん。そうか。向こうが先にこっちに危害加えてきたら殺すけど。なるほどな。だがお前は、だから、嫌なのだ。そういうことだな。まあ、この町はな、俺はあくまでこの方向があるよと教えているだけだ、うん、無理にさせるつもりはない。僕も犯罪は興味あるのだ。そうか。だがな、うん、一つだけ言っておく。私も力なき者を倒すのには抵抗があるし、やったことはない。例えば白市民を一方的に殺したりだ、うんうんうん、だが警察は違う、うん、同じ武力を持っている状態で戦う、これはフェアだ、うん、なるほど。正直やっても心は痛まない、うんうん、私も善人だからな。もしかして、あ、ギャングなのか。どうかな。私はダークヒーローということだけは。ユキゴー、私はダークヒーローということだけは言っておこう。ああ、ダークヒーローということは君のヒーローでもあるということだ。うん、どういうことだ。どういうことなの。どういうことだ。頭悪そうなのだ、言ってることは。ユキゴ、うん、だがな、この町で一番良くないことを私は知っている。なんだ。目標がなかったりすること、うーん、暇だと思うことだ。暇なんだ。そうだろう。私はな、うん、暇というのを見つけて今回連絡したんだ。絶対に良くないと思ってな。あのな、うんうん、暇というのは本当に良くない、つまんないんだ今は、うんうん、だがダークヒーローはやることがたくさんある。じゃあ僕もダークヒーローになればいいのか。ああ、それも、まあそうだな。本気で私の手伝いがしたいなら、うん、考えてもいいだろう。その際は犯罪を教えてやるよ。おお。やってみて向かなかったらやめたらいい。分かったのな。無理強いはしないさ。うん。ユキンコ、連絡先を教えてほしいのだ。教えてなかったか、私の連絡先を。聞いてないのだ。僕、大工しか聞いてないのだ。結局、アンジュさんも聞けなかったし。知らんな。
誰だ大工とは。アマジーナ。知らんな。知らんなだ。僕は知ってるの。どうだった？アマジーは。アマジーは、まあちょっとカモなったな、正直。アマジーをはめるのは心が痛まなかったのか。うん、途中から痛まなかったの。なぜだ？なぜだ？アマジーはお金を払いたそうだったのな、本当に。そうか。なるほどな。だからむしろ受け取ってあげないといけないと思ったのな。ああ、だからお前は見込みがある。うん。私もバカではない。大体話していれば見込みが。バカだと思うの。うん。大体話していれば。うん。その人に素質があるかどうかなど、たやすいんだ。え、じゃあ僕ギャングの素質があるってこと？ないやつに俺がこの話をすると思うか。やっぱりギャングなのだ。違う。お前は頭がいいな。バカなのだこいつ。ユキンコよ、いいか。あーこいつバカなのだ。あユキンコよ。なんなんな。もし私が悪いギャングだったら、うん、君をこのまま殺されていただろう。だがなんで。ギャングとは何もしてないのだ。違うんだ、ギャングとはな、そういうギャングもいるんだよ、うん、舐められたら殺す、そういったギャングもいる。だが私は、うん、ユキンコ、そういうギャングも倒したいと思っている。あ、俺はかっこいいのだ。そうだろう。で、ギャングをギャングと戦うには、うん、ギャングになるしかないんだ。おお。私はダークヒーローだがな。なるほど。確かに人手が足りないと今思っているところだ。うん、正直な。バセロなんだ。だからキックキックガール、うん、まあ名前はのなんだ、なんて言ったよ、健康今。いやいや、なんでもないの。やっぱ、同じ仲間になるのは名前も合わせた方がいいと思うのだ。そうだよな。うん。まあ、名前を後々考えるとして。そうなんだ。うん、衣装を作って、うん、その犯罪、一旦やってみるのはありだと思う。で、向かなかったらもちろんやめた方がいい。俺はな、とにかく無理強いしたくないっていうことを分かってほしい、これは。うん。初心者の人に優しくしたい。そして、うん、この町に長くいてほしい。うん。つまらない思いをしたくないんだ。してほしくない。うん。私はな、確かに。それはなぜか、うん、それだけも話していいか。うん、私はな、過去に、そうやって起きなくなった友人がいるんだ。え？それはとても悲しくてな。そうなの？そんな思いを私はもうしたくないんだ。うん。だから、うん、この町には長くいてほしいんだ。わかったのな。ああ。じゃあ、これから僕お金を稼ぐ目標はあるけど、それ以外は、一緒にやってみるのだ、ダークヒーロー。いいだろう。だから本当にやりたいときは連絡くれ。私も無理強いする気はないから、本当にやりたいって思ったら連絡くれれば教えてやる。来たのだ。来たか。これでも入ってないのだ。なぜだ。この共有の仕方じゃダメなのかな。もう一回電話番号を聞いてもいい？私の電話番号いいだろう。うん。278-1220216。大工なんだ。え、ちょっと待って。え、お前大工？え、大工？大工なんだ。何を言ってるんだ。受け子！でかい重機切れた、え、切れたんだ。ユキンコ、どういうことだ。大工なのだ。大工と、どういうことだ。大工なのだって。お前おかしいぞ、頭が。しっかりしろ、俺はキッカスだ。え、マジ？何を言ってるんだ。石掘るところの入り口だよ。石掘るところの入り口。でも観念しろなのだ。これどう考えても納得できるのだ、それなら。携帯見てたのだ。今聞いた。違う、今のは違う。携帯は見ていない。今見てたのだ。見てない。見たのだ。おい、ユキンコ、人と話している時に携帯をいじるな。おかしいだろ、どう考えても。え、だって連絡先がこれじゃ無理なのな。何がだ。連絡先が一生手に入らないのだ。
あげてるだろ。一旦大工消してくれ。じゃあおかしい、だから歪みだ。今日スマホが新しくなってるから歪んでるんだ。大工ブロックしかできないけど。大工をブロックしちゃダメだ。なんでブロックするんだ大工を。すぐお金払ってくれたんだろ大工。削除、削除する。じゃあ分かった。じゃあ分かった。歪んでるからそれをキッカースって名前に変えといてほしい。もうそれするしかない。だっておかしい。大工にかかっじゃあだって大工に電話すると私にかかっちゃうんだろ。もう歪んでるよ。おかしい。そんなわけないんだから。それで名前変えて、うん、次歪み直った時に、そうそうそう。でだからキッちゃんにかけたら大工が出たらどうするんだ。そうそうそう。そしたら大工に変えればいいじゃんそれを。だから誰かのやつがキッだから誰かの、ね、誰かのやつが多分大工につながるんよ。ややこしい今。削除あったんだ。そう、ぐちゃぐちゃになっちゃってるから一回消してみるのだ。じゃそうだな、消したのだ、消したのだ。そうだ。それでここからで、もう一回かければいいのかな。そう、そうか。どうなる、かけたら履歴の不明に。これ、なんだこれ。どうだ、なんて書いてある。何も書いてないのだ。もしもしなのだ。どうした。わかったのだ、キッチャーに。ああ、これをキックアスにしといてくれ。ああ、わかったのだ。そういうことだ。ミュート、あ、ミュート。大丈夫だ。これでも、あ、これか。生と名があるのだ。生と名はキックアスだ。下、生の方がキック。そう、名がアス。覚えておくがいい、その小さい脳みそでな。アスキックになった。おい、アスキックさんなのだ。 どっちでもいい、それは。じゃあいいの、それに関してはどっちでもいいだろ。わかるだろ、大体。まあいっか、じゃあ、うん、それは。これ別にもしかしてこうなんじゃないの。これでいけるんじゃない。あ、いけないのか。いけたか。これさ、ここ登る。くそ、くそ、ちくしょ。ゆきんこ、こっちだ。わかったんだ。いいか、うん、ヒーローというものはな、うん、こんなところで話すべきではない。ゆきんこ、もう一度。散々話したのだ、ここで。ゆきんこ、ゆきんこ、叫びすぎて声裏返ってるのだ。口答えをするな。ゆきんこ。そっか、リーダーだもんね。そうだ、ゆきんこよ。リーダー。あのな、これから大事な話をまだするぞ。大丈夫か、時間大丈夫かっていうか、ゆきんこ。あんま大丈夫じゃないけど。おい、寝るのか。じゃあ言ってくれ先に。寝ようと思ってたんだ。もう寝るか、大丈夫か。寝ろうと思ってたんだ。寝るか。じゃあすまんな。まだ話があるなら次、じゃあ起きた時に。そうだな、電話するのだ。じゃあ一個だけ。でもいるのか。基本いるから大丈夫。でもまあ忙しいからな私は。どうだろうな。おかしい振りなのだ。いや、どうだろうな、もう会えないかもな、この気を。今日で終わりの関係ってことなのか。寂しいかな、そうなる可能性もある。ありがとう。だからそうならないように努めよう。そういえば僕の車ってどこなんだ。確かに、一旦見に行くか。確かに、上田どうするのだ、あと。ん、上田置いてきてるんだ、レギオンに。そうだな、上田には説明しよう、最後に。レギオンに最後に行ってで説明しよう。あ、頼むのだ。あとユキンコ、これだけは言わせてくれ。うん。もし、うん、悪の道に手を染めたら、うん、もう公務員や警察にはなれないが。それは知ってるのな。その覚悟はあるか。もともとなるつもりないのだ。じゃあ大丈夫だ。あ、僕の車。どれだ、お前の車。おい、僕の車なのだ。ないぞ。わかったのだ、今。ユキンコ、どこにあったんだ。ゆきんこぉ。痛いのだ。急に飛び出したら危ないだろ、ゆきんこ。車がシューシュー言ってる。大丈夫か。何なのだ、運転下手やな。レギオンに行こう。動かないのだ、車が。 G の待って、助手席に乗ってたのお前バカだな。おい、動かないと思う。しっかりしろ。日本じゃないんだ、ここは。ちょ、間違えた。ちょっと、間違えた。レギオンに行くぞ。ちょっと痛いのだ。
チェイス練習だ。俺の車から逃げてみろ。なんか喋って何なのな。チェイス練習と言ったんだ。オッケーなのだ。ああレギオンマネー。そうだ。ちょっと待って、マークつけるのな。俺は10秒数えるからな。レギオンってどこだっけ。レギオンわかるか。ここだ。よし、いけるのな。ああ10秒当たらなかったら。僕の車の方が遅いから。ああ10秒後に来てほしいのな。いいだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。僕の方が早いのだ、これ。なかなかやるな。僕の後ろから声するのな。僕のが早いのだ。はい、僕の勝ちなのだ。100万なのだ。お前負けだろ、今当たったぞ。いやいや、僕の勝ちなのだ。負けだろ、今当たったぞ。ガチなんだ。何やるとこで。100万なのだ。100万払えんの。なんてやつだ。ギャングかこいつ。ダウンしてる。おい、どこに止めてんだ。お前。ちなみにそこ消えるぞ結局それ。何をしてんだ。ユキンコ。テレビ修理できるシーンか。いや、いくよ。すまん、すごい大声だった今。相当な大声でスーパーシャウトだった今。声でかいのだ。すまん。全員に聞こえた今。すまないな。上田は、まあ上田はもしあれだったら私から言っておこう。分かったの。大丈夫だ、私はあいつとも付き合いが長い。あ、分かったのな。心配するな。お願いするのだ。ああ、うめちゃん。ゆきちゃん、あんたスーパーショートだよ。あ、ごめんなんだ。うめちゃん、着替えないのか。置き換えバッグない。いい感じ、ノーマルか、シャウトに。オーケーバッグ持ってない。持ってない、梅ちゃんしか持ってない。あ、買いに行くか。お前もスーパーショートか。うん、なんだって。え、ジャスティスがいっぱいいるのだ。ジャスティスはみんな仲間だよ。あ、ゆきちゃんもなる。うん、ゆきちゃんも一緒にどう。僕はダークヒーローなのだ。じゃあダークジャスティスってことだね。そうなのだ。そうなのか。じゃあダークジャスティスの仲間かい、カレンが。あ、そうなんだ。私はキックアスだ。ファッションついたよ、どこにいる。あではな。バイバイ。カジノのね、テーブルゲームの方。テーブルゲーム終わりました。白井さんいる。おかえり。タネマ、テーブルゲームにいるよ。ん、テーブルゲーム。で、カジノ。あー、オッケー。よし、まったく大変な。だがあんだけ悩んでた割に逸材が見つかってよかった。一日目にしてな。私はやはり人を見つける才能があるのかもしれん。なんだあの不届き者は。くそ、ちょうど見えない。え、先輩、カジノの前ですか、ヘリ。あ、うん、今出ます。あ、よくわかんない、じいさん来たけど今なんか。え、そう。やばっ。あれ、違う人。どうした。なんだ。あれ、何してるの。何がだ。あれ、上田いたよ。ああ、ほんとか。上田、ひーちゃんいたよ。めっちゃ久しぶりに見たわ。オーマイガー、頑張ったんだね。どうした。私が誰で免許取ったんだっけって。はじめまして。ワンダさんだ。はじめまして。そうそう、だから。ちょっと待て。おい。エモい、エモい。なんだこの妖怪。エモい。妖怪？顔が。おい。なんだこいつ。巻き添えに食らう。殴られそう。怖い。危なかった今ね。殴らそうだった。危ね。ユキンコ。お前の友達はこんな系だものなのか。僕のパパ？あ、パパ、お金貸してあげようか？え、いいの？貸すってことは返さなきゃいけないな。うん、いいよ。何番なのな？利息とかつく？と一なのだ。わかったわかった。え、でも、返すの。10枚でしょ。闇落ちしてるやん。見ないうちに。3番なのだ。え、いいの？うん。6番。
あや、6? 優しいな。6番?6番だよ。すごい。じゃあ、うまくやってお小遣いあげるよ。え、いいの？いいんだよ、いつもお世話になってるから。優しい。あったか。それで洗濯？あ、6入れた後に売り込む。あらららら、あ、これか。で、金額か。優しい。ほんまにええの？これぐらい。うん。何なんだ、明日。はい、送った。こんにちは。こんにちは。何なの？こんにちは。助けて。どうしたの？今暇ですか？こんにゃく。暇だよ。ちょっとこの方とお話とかしてますか、皆さんって。あ、いいよ。あ、しないですよ。大丈夫ですか？はい。バイバイ。ちょっと気を使いたい。ガッツお借りします。誰だ、あのおじさん。助けて、こんにゃくさん。みんな助けて。知らない人を助ける義理もないじゃん。初めましてだから。知らない人を助ける義理がない。知らないやつ。警察に通報して。おやすみ。おやすみ。またな。皆さん、車ゆきちゃん、また遊ぼうね。うん、今度車直して。バイバイ。じゃあな、ゆきんこ。うん、ゆきんこじゃろ。休み。じゃあまたね。バイバイ。ねえ、この、なにこれ、気持ち悪い体。あー、かまじいの声が。さあ、どうなるかね、こっから。いや、もう楽しかったね。まさかツイッターであんな出会いがあるとはな。いやー、でも久々に着替え芸したわ。あれやっぱやるんだな、俺。やっぱやる運命なんやな、あれ。いや、おもろかった。ゆきんこってマジ誰か分かんなかったもんな。 ID しか分かんなかったから。あの子だったんだ。あの子一回会ったな、どっかで。迷路のとこかな。